はい、よちまるくんの天才ラジオということで、毎日ちょっとしたね思いついたようなことを喋るということで、やってますが、毎日やってるので誰も聞いてくれない、聞いてくれないって聞いてほしいともあんまり思ってないですけど、聞く人がいたり聞かない人がいたりっていうねラジオだけど、まあちょっと堅苦しい話をするでもなく、思いついたことをちょっと思いついたまま話をしようというような趣旨で、今週1週間だけやってみてますけど、いつまで続くかは皆さんの声援によるところが大きいかなと思います。はい、ということで今日のキーワードはじゃじゃじゃん、伐採。伐採ね、伐採っていうのは、木の伐採とかそういうことね。伐採ね、千秋直美の喝采っていうのは浮かんだんだよね。それは違うもんね。伐採ね。まあ伐採ってよくわからないけど、よくわからないって、あんま伐採するってことってそんなないから。だけど、植物を刈り取ってる、植物を飼ってる姿っていうのは、割と、見てるの好きね。僕が。昨日かな？もうね、バイクで走ってたら、すごい光景を見たんだけど、どっかの、まあ、ちょっと広い道路の、中央分離帯に結構な竹の雑草が生えてるよね。中央分離帯って。その中央分離帯の伐採風景があったわけ。で、その中央分離帯の伐採風景って、その、中央分離帯に、なんて言うんですかね、下草刈り機っていうの？草刈り機をね、あれ、肩からぶら下げて、あれってエンジンで動くんですよ。エンジンで、こう、刃を回して、ブーンってやりながら刈っていくんだけど、それを刈りながら、その刈ったそばから、その道路に捨ててってるわけ。その、結構背丈の高い雑草。それを、おい、こう、どん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 捨ててってるな、と思って。片側2車線の道路の1車線が、真緑になってる。そしたら、後ろから、その真緑の道路の下草、落ちた草を、一気に、回収する車がね、ブワーッと来て、その刈り取った草を、その、入れてっちゃうっていうの？そういう光景をね、見て、あ、こういうのは、珍しいな、って思った。だけど、それでちょっと全然、違うことを思い出しちゃったんだけど、その日のね、別な時間にね、その、自転車置き場、自転車置き場っていうか、自転車、まあ、自転車置き場だ。自転車置き場にね、ちょっと大きい、
ゴミ収集車がヒューッと来たんですよ。それでなんかたまたまそれをねぼーっと見てたの。自転車置き場にゴミ収集車来たなーなんて。そしたらそのゴミ収集車の後ろのがパカッと開いて、そのゴミ収集車からおじさんたちが二人降りてきて、その自転車置き場に止まってた自転車を片っ端からそのゴミ収集車の中に入れてっちゃったのよ。え？って思って。だってゴミ収集車のあの後ろのところに、そこら辺に止まってる自転車がそのまま入ってくんだよ。バリ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 って言いながら次々と自転車を飲み込んで、なんかなんていうのあれみたいだった。なんかマングース、なんかヘビが、巨大なヘビがなんか巨大なネズミを丸ごと飲み込むみたいなのあるじゃない。だからその本当にゴミ収集車の後ろがなんかの口みたいに大きいもので、最後そこら辺に止まってた違法駐車をそのゴミ収集車がその後ろから飲み込んで、ゴミ収集車の後ろに車が入って、車をメリメリって食べてっちゃったね。5台ぐらい、その辺に止まってた車は、ゴミ収集車の後ろに飲み込まれて、それで前からね、運転席のところから、ちっちゃなミニカーが吐き出されて、多分、後ろで食べたものが、大きい車が食べたものはミニカーとしてうんちとなって前から出てったんじゃない。びっくりしたね。まあそれはいいとして、伐採ね、伐採はね、そうそう、観葉植物のね、観葉植物を育てたりするのがわりかし得意で、であと動植物育てるのは、あ、いやいや動物は嘘、アレルギーだから、猫とか犬とかはアレルギーだからあんまり育てんのは得意かもしれないけど、かゆくなっちゃうからあれだけど、植物育てるのは得意で、植物の声を聞きながら植物を育てるんだけど、ゴムの木の種類っていうのがいろいろあってね。ゴムの木っていうのは、まあみんなよく、ゴムの木って観葉植物なんですよ。で、ゴムの木って言ってもピンとこない人がいるかもしれないけど、ゴムの木ってね、端的に言えば、ポキって折ったら、そこから木工用ボンドみたいな白いルーシーが出る植物。これはみんなゴムの木属、フィカスって言うんだけど、の種類でね、もともとは熱帯の、まあ日の当たらないところでも育つっていう、すごく生命力の強いものがあってね。でその中にウンベラータっていう、まあそうだね、おしゃれなインテリアショップとかに行くと必ずある植物を育ててんだけど、これを株分けしたりしてんの。私その株を、その枝を途中から切って、そこを土に根付かせて枝分けしたりしてるんだけど、この観葉植物を育てるポイントっていうのがあって、それはね、思い切った伐採なんですよ。まあ、これは伐採っていうかな、剪定だね。
植物そのものは基本的には大きく剪定しなかったら育たないんだよね。そのまあなんていうの、ちょっとこう葉っぱが小さくなって弱りかけてたりとか、まあそういうようなものをまあ一生懸命水あげたり一生懸命肥料あげたりしてなんとか元気にさせようなんて思ってもなかなかそうはならない。こういうのはだいたい思い切って刈り込む、もう丸裸にしてしまわないと元気にならないわけ。それでね、この夏そういうウンベラータのいくつかの株を思い切って丸坊主にして見たらね、もうそれは大正解で、もう幹も太くなるし、もう綺麗な葉っぱがわーっと咲いて、もう最初の元気のなかった頃なんて嘘みたいになるわけよ。で、こういう何かを切るっていうことって痛みを伴うからね、なかなかみんなしたがらないと思うわけ。で、この伐採っていうのは、その、まあ伐採って言葉は、こう、バッサリと切ってね、それをどっか持ってくっていうような意味だけど、何かをバッサリと切るっていうようなことは、多分、今の人しないんじゃない？今の人は自然から学ぶっていうことより経済から学ぶことの方が多いからね。だから持ってるものを手放すっていうのは持ってる財産を手放すことのような気がして、なんかすごくとても損してるような気になっちゃうんだと思う。だからあんまりこのバッサリ何かを捨てる切るっていうことをしないと思うのよ。だけど、まあお店なんかやっててもそうだね。人と何かをやってる時にバッサリと何かいる人、まあ今までの仕組みそのものをバッサリと切るっていうようなことをしないと物事は絶対にうまく良くなったりはしない。一番良くないのは、ちま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 、なんだか切ってんだか切ってないんだか、ちょっと弱った葉っぱだけ切るみたいな、ちまちましたようなことをやると、ろくなことないですよ。だから、やるときは思い切ってやるっていうようなことがないと、ダメ。で、植物っていうのは、多分、すべて丸坊主に、まあ、こういう強剪定をしてダメに枯れちゃうものもいるじゃないですかっていう人いるけど、往来の植物の環境に適してる、その環境に適した植物であれば、もうどんなに切っても必ず芽が出てきて新しいその生命が宿るわけ。というのは、もともと持っている葉っぱを維持するコストの方が大変なわけよ。弱っている葉っぱをそのままつけておくっていうことの方が大変で、いっそ全部そういうものがいなくなってしまって、とにかく新芽だけを芽吹けばいいんだっていうふうにシンプルにした方が植物は絶対に活性化するね。で、そういう意味で言うとね、不思議だなと思ってんのは毛だね。眉毛って間違って剃っちゃったことあるわけ。眉毛を、眉毛って剃っちゃうとさ伸びてくるの知ってる？でも眉毛ってね、剃っちゃったら、まあ眉毛を伐採しちゃったら伸びてくるでしょ。それ不思議じゃないじゃん。でもさ、ある程度の長さまで伸びたらそれ以上伸びないじゃない。これ不思議だよね。だって、剃ったら必ず伸びるっていうことを、累積してったら、
眉毛って多分2メートルぐらい伸びるってことだよね。だって毎日剃ってた。ずっと伸びるわけだから。だけど、それはね、多分眉毛の中にある空間認識能力っていうのがあって、まあ、もしくは眉毛が持ってる自分の重さに対するセンサーっていうか。だから眉毛は毎日剃ったら伸び続けるのに、眉毛がね、永遠に伸び続けるっていうことはないわけよ。だから、いや、中には遺伝的に眉毛が長く伸びる人いるよ。だけど眉毛を剃り続ければ必ず伸び続けるのに、眉毛をほっといたらある程度の長さ以上は伸びない。まあまつ毛もそうだよね。まつ毛も多分切ったらその分伸びてくるんだろうけど、切り続けたら眉毛、まつ毛が20センチになった人いないもんね。だからね、どんなものでもバッサリと切って何もなくなったら、よし、何もなくなった今何かを生み出さなくちゃいけないっていうセンサーが働いて何かは再生すると思うわけ。だからね、そういう意味で言うと、まあ今ね、いろんな、コロナでこの商売このままどうしようかなとか、今の仕事どうかなとか、今のこの関係どうかなと思う人は、この際伐採のチャンスで、伐採すると何もなくなった時に、まあ自分もしくは何がしかの自然のセンサーが働いて、よし、こうなったら伸びようっていうふうに思うかもしれないね。だから今は伐採のチャンスかもしれないっていう話でした。